鳥山石炎、根弱ガト属百鬼より、トドジー、水木しげるロードに設置されている、トドジーのブロンズ像。トドジーは、鳥山石炎による、江戸時代の妖怪画集、根弱ガト属百鬼にある日本の妖怪。ガトでは大きな杖をついた老人が描かれ、解説文では、以下のように述べられている。トドジー未将アンズルに、三刀に、バクモング派と称する者一名やブスマとモイフトゾ。 ケイシの人小二をこわしめて、手をやむるに、ガンゴジというものヌぐハとが、腰と二つのものを合わせてものんじいという玄野より吹けて、雪の耐えきりと時風、すごきと気朗ふと化して出て遊ぶ、考慮の人これに、そうえばかならずやむとやヘリコの解説では、石炎は、トドジーのことを、未称としながらも、玄野に出没する老人の妖怪としており、通行人がこれに出会うと病気を患うものとしている。また、 文中にあるモノング派は実在の動物の名前であると同時に関東地方で化け物を意味する幼児語であり顔つきや体で怪物のような仕草をして子供を脅かす遊びをも意味しておりガーモシも同様に徳島県などで妖怪の意味で用いられる児童語である石炎はトドジーのことをこれらモモンガとガゴジの合成語と述べている本来モモンジーとはモモンガや 信妻の衣装であるとともに、前述の、モモンが、がごじと、同様、東京都、神奈川県、静岡県、山梨県東部で妖怪を意味する、自動語でもあり、聞き分けのない子供に対して、モモンジーに食わせるぞ、などと言ってしつける地方もある。他人を罵倒したり、自分自身をひげしたりする意味で、モモンジーと呼ぶこともある。また、江戸時代には毛深い獣や尾のある獣が嫌われ、 そうした獣や鹿肉、獅子肉のこともモモンジーと呼ばれた。このモモンジーがこのような妖怪として描かれているのは鹿肉や獅子肉をキーワードとした何らかの絵遊びで描かれたものと見られている。日本で牛肉を食べることが禁止されていた時代には薬食いと称して牛肉の食事を提供する店がモモンジア屋と呼ばれていたがトドジーに行き合うと病気になるとされているのは この薬食いに対する皮肉との見方もある。昭和、平成以降の妖怪関連の文献においては、トドジーは普段は山奥に住んでおり、人通りの亡くなった夜の街角や辻に現れ、人を脅かすものなどと解説されている。また、信ぶの衣装であることから、信ぶの特徴を引き合いに出し、江戸時代から大正時代にかけて人を襲ったもので、闇の中を飛び回って、 ガーガーと君の悪い泣き声を上げ、夜道を行く人の松明や提灯を吹き消すなどと解説されていることもある。信妻が年を取ると、トドジーになる。または、信妻が町へ現れるときには、トドジーに姿を変えるとの解釈もある。ありがとうございます。